こんばんは。ですね。僕はぴょこたんという名前で漫画を描いたりしているものです。皆さんのね、先ほどからのね、コメントの通りですね。釣りとかだ、釣りだと、釣りだとか何とか書いてますけどですね。残念ながら本当のあれです。ひこりゅうさん。元日本一まずいラーメン屋のですね、ひこりゅうさんがですね、突然亡くなりました。いや、突然です。12月1日にですね、12月1日の何時かわからないですけど、そこら辺で、自宅でですね、寝ながら亡くなっていたという報告で、で、発見されたのが12月3日です。いや、僕もこんなのやりたくないですけど、まあ、長い付き合いでですね、まあ、家族みたいな感じですから、報告するですね、責任があると思いましてやりました。いや、この前元気そうだったやつが、直前まで本当に元気でして、僕が最後に会ったのはですね、ちょっとさ、ヒコリュウさんとは年に1回ですね、バス旅行に行くことにしてまして、鉄道博物館にですね、9月の中頃に行きまして、で、その後も電話で、ちょいちょい話したりしてまして、いや、それがですね、で、最後に電話で話したのが11月の中頃、で、ここフィレンツェから電話しました。で、ちょうどヒコリュウさんと共通の知り合いが、京都から来てるっていうんで、電話をここからかけてですね。で、その時に僕は彦龍さんと忘年会をするってことも決めてたんで、忘年会をね、一緒にしましょうっていう話と、おいいねって言って、で、あ、じゃあ今から行こうかって言ってくれたんですよ、その時電話で。フィレンツェにね、いるって言ってるから。だけどちょっとね、その時に雨が降り出したんで、あ、ちょっと雨が降っててね、まあ、風邪ひいても悪いから、来ないで、まあ、今日はじゃあとりあえず、大丈夫なんで、また、追って連絡しますが、馴染みのね、メンバーでね、忘年会やりましょうって言って、お、いいね、久々にね、みんなで会おうぜって言って、もう、それが最後にね、最後の話でした。ある意味ね、理想的な死に方っていうふうにね、まあ、確かにね、僕もですね、こういう日が来ることは常に覚悟をしてまして、だからですね、まあ、来てからですね、後悔なんかもっとあれしとけばなとか、そういうのをね、思ったって遅いんでですね、まあ、そもそもニコ生を一緒にやりだしたのは、なんで僕はですね、ヒコリューさんと一緒にニコ生をやったかっていうとですね、まあ、そういう、ラーメン屋終わってからもう、あ、ちゃんと、会うきっかけをですね、作って、動画に残しておけば、の思い出っていうことです。で、まあ、僕が報告を受けたのですはね、12月3日の第一発見者から直接連絡をいただきました。で、夜、11月3、12月3日の夜、12月3日の夜に報告をいただきまして、まあ、その時点ではですね、30%ぐらいの確率で、これ、ヒコリュウさんと、なんかグルになってですね、嘘の、なんか、やつじゃないかなってちょっと思いながらですね。人狼、そうですね。人狼とかですね。ポーカー大会もその後行きましたけど。そうです。ただですね、まあ、いろいろ整理しますとですね。いやー。まあ、ずっと考えちゃうんですよね。それの報告をもらって、歩いてる時とか寝てる時とかを考えますけど、まあ、でもね、それでも締め切りとかはあるんで、締め切りとかは普通にありますんで、普通にくだらん漫画を描いてですね、で、寝る時とかに何も無になった時にヒコリエさんのね、思い出をこう、引っ張らずに死因よっていうか、死因はですね、いや、僕もよくわからないんですよ。ただ
風邪をひいてたっていうのと、もともと肺とか、ヒコリュウさんの体の弱いところもありまして、で、やっぱりタバコもたくさん吸ってて、で、肺がなんか、空気をうまく取り込めなくなってしまって、そのままスッとなくなったっていう話でですね。いや、僕はこれは受け入れてます、ちゃんと。それで、その事実を聞いてもですね、そこからすぐに僕が勝手な、ね、行動でですね、それを広めることもね、まずは彦龍さんには、妹さん、ご家族がいらっしゃるので、妹さんとね、連絡を取れるようにということで、警察とか含めてですね、連絡取りまして、で、今日、妹さんと連絡取って、今日見てきました。68歳です。68歳。うちの父親と同じ年齢でですね。僕と30歳離れてますけど、まあ、感覚としては友達感覚でですね。やたら僕はかなり覚悟は、いつでもこういう覚悟。だから、そんなに深い後悔何もしないからね。ちゃんとニコ生もやりましたし。毎年いろんなところも行きましたし、仲間も増えてですね。まあ、僕との付き合いは、まあ、1999年ぐらいにたまたま近所にあったっていうのがきっかけで行きまして、で、それで日本一まずいラーメン屋としてね、テレビにも結構取り上げられてですね、いろいろ、まあ、いろんなところに行ったりね、漫画に登場してもらったりですね、そういうふうに、本当、なんか家族感覚で付き合ってまして、で、やっぱりラーメンをやめてからもです、から、急に離れていく、今までね、仲良くしてたやつが急に離れていくとか、そういうのもまあ見てきまして、独身です。なので、ご家族は妹さんだけ、実質妹さんだけっていう感じになりますが、なので、まあそういうね、その、ラーメン屋が終わった途端に離れるような人間にはですね、ならないようにですね、こうやってニコ生で会う口実を作って、楽しく、一緒に、かなりたくさん会ってますし、だから、大きな後悔は何もないです。ただ、しかも最後もですね、その衰弱していくとかでもなく、その急にパッといなくなるから。だから、なんか、彦龍さんらしさというか、もしそれで入院とかしてですね、どん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 やつれていったりとか、そういうのが一番嫌ですから、僕としては、まあ、急な別れではありましたけど、すごい、すごいなと、偉いなと思いました。誰にもね、迷惑をかけることなくですね、さっといなくなると。本当ですよ。今、ダイナモにいるぞって、そのコメントの通り、ヒコリさんがダイナモにいるときはですね、ダイナモの駐輪場に、なんか、自転車が止まってるんですぐ分かるんで、僕はまあその自転車を、ね、こう駐輪場を眺めるのが、ね、結構癖になってるんですけど。まあ、最近はですね、ヒコレさん、ダイナモ通いもしてなくて、浅草、
浅草とか、なんかバスで、最近はもうパチンコやめるっていうのでですね、だからその、道で会うことはあんまり少なく、なっちゃいましたけど。ああ。もうね、それで、ダイナモの駐輪場見ても、ヒコリエさんのね、特徴的な自転車はもう二度と見られないわけです。後ろにね、黄色いカゴ、でっかいカゴが乗っててね、わかりやすい、そういう、ね、自転車失踪してますから、いつも西日暮里界隈を。で、今日、その、霊安室みたいなところで妹さんと合流してですね、ヒコリエさんの話をたくさんして、で、霊安室で、なんか、え、出る。なんか寝てるヒコリエさん見ました。目つぶって。でももう、普通の。普通の寝てるヒコリエさん。普通って感じ。ただ、やっぱりその、生気がないというか、動かないような感じで、もうあんまり、そういうの見てらんないんで、なんか。なんで、ちょっとしか見れませんでしたけど、まあ、そういうふうにね、ちゃんと最後にお別れもでき、なんかお別れ的なこともできましたし、いや、全然実感は湧かないですね。でも、その対面があったんで、まあ、これは事実なんだなというふうにね、受け止めまして、で、その後、妹さんといろいろ、その、こちらがどういうふうに付き合っていたかのかとかを全部説明しまして、で、どういうふうに、皆さんにね、見てるインターネット上の皆さんにどういうふうに報告するかとか、あと葬儀はね、家族だけ、葬儀というか、まあ、ほとんど葬儀っていう感じじゃなく、家族だけでね、行いますということと、まあ、そういうことですね。だから皆さんもですね、その、まあ、お年寄りとかに関わらずですね、会いたい人間とは絶対会っといた、僕は、ヒコリさんとは会いたい時にも会ってましたから、だから、そこまでですね、深いあれはないんですよ。そう、だから皆さんもちゃんと会っといた方がいいですよ。別に、お年寄りだからとかじゃなくてですね、普通に会いたい、僕は、考え方としてはですね、行くか行かないか迷ったらね、行くっていうね、方式を採用してますんで、まあ、締め切り前とかね、よっぽどやばい時じゃない時以外はですね、行くか行かないかで迷ったら行く。これ正しいです。これ正しい考え方。皆さんもですね、いや、仕事が忙しいだとか、やれ、仕事が忙しいだとかですね、ちょっと疲れてるとかですね、そういうふうに言って、行かないとね、一生後悔することになります。だから僕は全く後悔しない。突然いなくなって寂しい、もちろんかなり寂しいのはありますけど、全部会ってきたからね、ヒコリウスだった、ちゃんと。今日もちゃんとお別れもしましたし。で、その後、ヒコリウスさんの、ね、家に行きまして、で、じゃあ、一番最後に会った時のヒコリウスさんの写真からまずお見せします、一応。こんな感じです、一緒にね。これも毎年一回ですね、絶対に行くっていうふうに決まってて、ヒコリオさんに誘ってくれて、で、これ、鉄道博物館ね。ほんと、元気だからね。直前まで元気だから。みんなの電車って。ほら。一緒に写真も撮ってるし。トキの前でも撮ってるしさ。ほら、こんぐらいの大きさなんだよって。合成じゃないです、これ。ちゃんと、実物ですから。ほら。いろんな電車の前でこう撮ってるしね。この、本当ね、これ別に、いつも行ってるからね。いろんな動物園だったりなんだり。いや、こういうのがね、本当ね、いいの。あとね、やっぱりニコ生通じてですね、まあ確かにちょっと迷惑をかかったりね、いたずら電話がね、毎日かかってくるとか、そういう嫌なことが起こったんで、僕は、とりあえずね、最終回にしましたけど、この行きのね、バスの中でもね、毎回バスツアーの時はバスの中が一番ヒコリエさんとのね、語らう時間なんですよ。だから、やっぱりね、ニコ生やってる時はね、すごいコメントむしゃくしゃしちゃうんだけど、
やっぱりやらないとなるとちょっと寂しいなっていう話もしてましたから、僕はその忘年会の時にね、なじみのメンバー、趣味研っていうやつと、まあこのニコ生のイベントを通じて出会ったね、高島っていうやつと、その辺を集めてですね、まあサプライズではないけど、その場からもう忘年、配信もね、突発的にやったりして、とかね、いろいろ考えてたんですよ。お店ももう決めて。で、今週か来週にやろうっていうふうにね、思ってたのにね、まさかのね、こういう、あれが、訃報がね、来て。で、今日、対面をした後ですね、彦龍さんの家に行って、やっぱりその家もそのまんまなんですよ。彦龍さんが本当にいる形跡、匂いとかも全部そのまんまでですね、ここにいるっていう形跡があって、鍋の中には豆腐のね、途中まで食べてた豆腐のやつがあって、タバコを、あと次に吸うタバコをこうテーブルの上に一本置いてあって、こういうふうに吸い殻とかもあって、で、なんか形見としてですね、僕がもらったのはですね、こちらになります。彦龍さんが、宝だって言ってたですね、色紙です。これを捨てられるわけにはいかないんで、まあ僕も形見としてですね、受け継ぐことにしました。これ大切にしてたんで。いや、妹さんが全部処分するんだって言うから、ヘンミエミリでしょ。丹波哲郎。丹波哲郎。ダウンタウンとね、一緒に撮った写真。これは、コウメ太夫。僕と一緒にいた T シャツラボサミットでね、もらったやつ。これは、アンジャッシュ。アンジャッシュ。じゃあ大切にするよ。で、これはキングコングの西野さん。峰竜太。パチパチパンチ。原千明さん。ちょっとわかんないです。この人。これ、林家なんとかさん。これは何だろうな。雨上がり決死隊かな。雨上がり決死隊。これは、わかんないです。これ、ビートたけしさん。志村けんさん。そしてこれはですね、僕が彦龍10周年の時に、2000年1月1日に、彦龍さんは1月1日にオープンしたんで、あれです。これ10周年の時に渡したやつ。ヨネスケさん。これは、キリンです。キリンです。これは全く売れてない頃のマツコ・デラックスです。彦龍さんの家と接した人っていうのは、成功するっていうですね、僕はジンクスがあると思ってますんで。ミツマジャパん。多分これダウンタウンです。ダウンタウン。バッドボーイズ。これ全部僕のね、一生大事に、人生をかけてですね、大事にしていこうと思って。林家パー子さん。いや、これが捨てられるのはね、あんだけ彦龍さんが大事にしてですね、僕は見てましたから、目の前で。で、渡哲也さんのサインだけは、これは彦龍さんがお母さん、亡くなったお母さんのためにね、もらったものだから、どうにか保管しといてもらえませんかって言ったら、じゃあ、お骨の隣に置いとくよって言って持って帰ってくれました。で、これは、なんだろう、これ。わかんないけど、多分芸人です。もう解散した芸人です。これも多分あれです。これも。で、これが、タンメンの人です。タンメン。お前に食わせるタンメンの人。そしてですね、こちらがですね、島崎和歌子さん。
ごめんなさい。ソーリー、チャーリーさん。剣道小林さん。浅草キッド。で、これがですね、ヒコリューさんが、終わるとき、お店が辞めるときにですね、みんなで寄せ書きした、これ、色紙。これをですね、僕の、まあ、ヒコリューさんの形見としてですね、一応僕が責任を持ってお預かりしておきます。これが捨てられるなんてないでしょ。だから、そう思って。あと一応ね、僕がその、あとはこれですね。一応、ヒコリューさん60歳の時に渡したですね、2007年3月に僕が書いた、記念色紙もちゃんと残してくれてるし、あとはですね、このおでんの紙の裏にね、ヒコリューさんの直筆でですね、これも形見としてですね、月曜日は燃えるゴミ、火曜日は燃えない、あとペットボトル、水曜日は燃えないと、第一、第三、で、木曜日は燃える、このね、ヒコリューさんの文字、これも、残すことにしました。以上、これをね、残して。で、これからですね、第一発見者の人に来てもらってます。やっぱり、ヒコリューさんがね、亡くなった瞬間、僕に報告をくれたんでね、誰だと思いますか？じゃあ、第一発見者のね、こちらの方、お願いします。じゃあ、今回はですね、本当。どうも、ヒコリューさんの、Facebook と Twitter の管理人やってる高島です。よろしくお願いします。ですね、先月の、実は11月の30日に、僕とヒコリューさんが中華街に行くっていう約束をしてまして、その前日の29日にヒコリューさんに確認の電話を入れて、明日どうしますかと。いう話をしてた時点で、ちょっと体調が悪そうで咳込んでいまして、ちょっと体調が悪いし、明日雨だから中止にすると。わかり。で、それで、その時、彦龍さんは、じゃあ病院に行くと、近くに日大があるんで、病院に行って明日また連絡するよという話になりまして。で、その後、シミケンたちが、やはり2日に彦龍さんと会うので、そのことについて、市民店たちからも連絡をもらっていまして。まあ、僕たちは、そういうね、ヒコリューさん、まあ、これもね、偶然の出会いですけど、やっぱりニコ生を通じて、イベントをやって、それで出会って、で、まあ、僕はこの高島とシミケンっていうのは信用してるんですよ。だからヒコリューさんともね、仲良くなってくれて、本当良かったなと思って、そういう役目も終えたから、まあ、ニコ生もね、やめたっていうのと、あとはヒコリューさん、すごく優しいから、いろんな人に家を教えたり、電話番号を教えたり、そういうことからやっぱトラブルになりそうだって。優しすぎるんでね、初対面で家に連れてったりするんで、そういうなんか、迷惑かけたくないっていう意味でね、一旦やめたんですけど、でもまあその後もね、ちゃんと彼とシミケンは連絡を取り合って、で、今回も心配だからって言って見に行ってくれたわけでそす。れでですね、ちょっとまだ混乱してるんですけど、それでですね、1日、30日はもう病院に行ったと思って電話しなくて、翌日の1日の夜に電話したんですけど、電話が出ない。何度も電話しても出ない。まあ、ちょっと大丈夫かなと。でも、シミケンたちが翌日に来ることになってるので、まあ大丈夫かなと思って、そのままにして、翌日2日、またやっぱり朝電話したんですけど出ない。で、昼に電話しても出ない。で、それでシミケンたちにも確認しても出ないと。ちょっとおかしいっていう感じがして、それで翌日の3日に電話しても出ない。で、やっぱりシミケンたちもやっぱり電話しても出ない。ちょっとまずいか。ちょっとじゃあ行って、ちょっと行こうと言って、ちょっと緊急にアパートに行きまして、ヒコリュウさんの、まあ、アパートの行きまして、シャッターがあってガレージになってるんですけど、そこで電話をかけて、上の部屋からベルが鳴ってる、だけど
下には自転車があるんですよ。うん、おかしいんですよね。ありえない状態なんです。ヒコリューさん家とか、はい、詳しい人なら分かるんですけど、ヒコリューさんは昼間、自転車とかでどっかに行ってます。なので、自転車が置いてある状態で、電話が鳴っても出ないっていうのは明らかにおかしいんです。っていうことでしょう。はい、うん、それで、ちょっと嫌な、まずい、ちょっと嫌な予感がしまして、警察を呼んで、部屋の中に入ってもらって、確認をしてもらったところ、救急隊も呼んで、しばらくして、なんていうんですか、救命処置っていうんですかね、あれやっても、もらってもダメだと。で、その後、救急隊の方から、正式に死亡状態であると、確認が取れたんで、と、正式に死亡したと言われまして、それで僕が死亡か確認して、死亡の確認書類をサインして、その日のうちに、まあ、調書やら何やらやって、よくもう僕も今でもわからないんですけど、何をやってきたのかって、まあ、とにかくそれでなんだかんだの間でちょっとシミケンとキョボタンに連絡してたみたいなんですけど、うん、その辺の記憶はありがたいです。ないんで、ほとんどちゃんと冷静に連絡してくれてた。じゃあ聞く君が、僕これロックかけて一生残しておこうと思ってるから。ちょっとじゃあ続き話してて、はい、これを聞いた時のなんか衝撃は。でそれでですね、まあ僕はもうとにかくなんとなくもう分かんないままフィレンツェに来てお茶飲んで、ヒコリューさんの漫画を読み返してたんで、まあ、そして今日までね、何が何だか分かんないまま今こうやって報告してるんですけど、まあ本当はこんなにこれもやりたくはないかもしれないけど、やっぱり余計な憶測だとかですね、今までもヒコリューさんの死亡ニュースみたいのがすごく出ててですね、ああいうのは僕本当は心底嫌だったんでですね、しっかりと自分の口で報告して、すべてをしっかり報告しようというふうに決めました。なので、やるって決めました。だってそれが、これで何も無視してですね、だんまりを決め込むなんていうのはね、仲間としてね、失格なんで。だからちゃんと嫌だけどやりました。高島です。これです。大変残念なんですが、本日、ヒコリューさんがお亡くなりになりました。後でこれ聞いてたら後で電話ください。よろしくお願いします。こんなにねちゃんとしたね報告をしてくれましたね、高島。もう僕はいいですか。でどうなったの。はい、でまあそれで、まあ、その翌日ですね、まあ、警察の方から電話が来まして、うん、正式に死亡確認をしたと。それでまあ12月1日前後にもう亡くなっていたということだったんです。うん、本当はもっと29日に電話して体調悪い時にちょっと気を利かせて、翌日の30日にもっと電話するなり、なんと訪問するなりしてればこんなことにならなかったんじゃないかなって。いや、そういうのは考えない方がいいです。これはもうどんなことがあってもそういうのは関係ないです。そんなこと言ったら、ヒコリューさんはお店やってきた時から実は体結構悪くてですね、例えば胃潰瘍とかで1週間入院したりとか、なので僕はいつでもこういう時が来るっていうのは覚悟してましたし、なので別に高島のせいでも何でもないです。うん、まあ、それで、うん、まあ今日ご家族の方と、うん、連絡が取れて、うん、キョピョコタンと一緒にその、そうです。レアンちょっというか、セレモニーホールのですね、とこに行って、ヒコリューさんにちょっと対面してきて、ご挨拶をしてきて、ということで、うん、まあ、非常に安らかに、そのまま眠っているような感じでね、うん、まあ、苦しんだ、それは救いですよね。形跡はなかった。うん。それは良かった。うん。
まあ、救急隊の時もちょっと見たんですけど、まあ、そのままベッドの上で寝てるような、横になってるような感じでね、今でも起き上がってきそうな感じだったんで、ね、うん、まあ、それが見れなかったな。救いかなと。うん。まあ、うん。いや、高島のおかげで早く見つかったし、うん。で、まあ、さっきも言ってたんですけど、まあ、僕ら、彦龍さんのイベントに来てくれた人たちや、市民権を中心に、まあ、忘年会をこの後やる予定もありましたし、また僕らと遊びに行く予定もありましたし、まあ、ピョコタンの、またね、いろいろやる予定だったんですけど、まあ、来年以降のこともこれから決めるところ、矢先だったんで、はい、それなのにこういうことになってしまって、本当にね、残念で仕方がないです。いや、偉いよ。よく。結構家遠いんですよ、高島の市民権も。でもちゃんと言ってくれてね。市民権っていうのはですね、弱小配信者ですけど、ニコ生をやっててですね、やっぱり、ちゃんと彦龍さんのことを心配して、よくちょくちょくね、連絡してくれたり。だから僕も安心できてるわけですし。うん。なるほど。まあ。亡くなってしまったことは仕方ないんです。そこでね、振り返って、たらればで振り返ったってどうしようもないんで、この事実を受け止めてですね、まあ、彦龍さんに感謝の気持ちと、ね、伝えられてると思ってるんで、生きてるうちに僕は伝えてますんで、うん、だから大丈夫です。はい。じゃあ以上です。まあ、今後もね、まあ別にこういう報告するのは今日だけでですね、今後も普通に通常通り僕は漫画を描いてですね、楽しく人狼、まあ人狼の時も4日の時点でね、4日の夜に人狼に放送に僕は出まして、やってる時はですね、まあ見ていただければわかるんですけど、行くまでの道とかは全部彦龍さんのことを考えてましたけど、やってるときは全然考えずにですね、全力で人狼をやってますし、うん、漫画もね、締め切りに追われてちょっと大変ですけど、でもまあ、とにかく会っといてよかったと。定期的にね、ちゃんと会えてよかったんで、ほんとここだけです。皆さんも、そういう周りのね、家族とか、やっぱ前の写真とかも全部見返してですね。まあ、彦龍さんのね、で、ちょっと、しんどくなったときはですね、ポケモン、ピクロスをね、無心でやったりとかですね、妖怪ウォッチツムツム無心でやることでですね、まあ、そのやってるときは楽しさはですね、そっち行きますし。まあね、人の死っていうのは別に、みんな死にますから、僕は常日頃から言ってますけど、本当に、誤差ですから、もうこんなことをね、彦龍さんのね、亡くなった報告のときに言うのもなんですけど、本当ね、地球の何億年の歴史の中のね、点ですからね、そんなね、いちいち、これはあんまりこういうのを言うのは本当最悪ですけど、いちいちね、そんなね、くよくよ振り返ってちゃダメなんです。それを死んだ人は望んでますかって言ったら望んでません。うん。だから、今日ね、ちゃんとやれたし、僕はもう本当、お別れもしっかりできたし、良かったっていうことです。死というものにね、ちゃんと向き合って。こんな、訃報をニコ生でね、やるなんて本当はね、嫌ですけど、
そういうね、いろんな気持ちがあってやったということをね、ご理解いただけたらと思います。うん。悪くないから、別に。うん。まあ、それはね、ヒコリューさんがね、一番分かってるはずです。動画にも全部残してますし、こういうのが全部思い出ですから、例えば5年後とか10年後とかもずっと見返しますし。で、まあ、ニコ生とかやってる人にはですね、僕がね、クソ野郎に見えてるかもしれませんけど、別に、それはそれでいいんで。僕はヒコリューさんと、向き合ってやってきてるんで、ヒコリューさんがちゃんと喜んでるんだったらそれでいいんです。じゃあとりあえず今日はこれで報告、皆さんにね、真実を報告して余計な憶測とかは飛ばないように、これが全ての真実です。12月1日の未明にヒコリューさんは自宅で寝ながら眠るようにして亡くなっていました。それを12月3日の、夕方に高島くんが自宅を訪ねて発見して、警察を呼んで救急隊を呼んで死亡が確認されました。それを僕はその日の夜に聞きました。で、そこで勝手な判断で訃報を流したって意味がないので、やっぱりまずはご家族、すべて判断をするのはいろんなルールもありますし、僕だけがあまりヒコリューさんの情報とかの中で出てない情報でもいろいろありますし、まずはご家族に会って、それでしっかりとそちらのこちらの考えを伝えて、でそれが今日になりました。で妹さんと今日お会いしまして、でいろんなことをずっとご飯を一緒に食べたりして話しまして、ヒコリューさんの思い出とかで、僕たちが持ってる情報を あちらに伝えたら、のりちゃんをね、よかったねっつって、のりちゃんって言ってました。で、まあ私たちが全く知らないことをね、あなたたちが知ってて本当嬉しいですって言ってたし、で全部伝えまして、で一緒にヒコリューさん、寝てるヒコリューさんと面会をしまして、でその後お家に行ってね、すべてを見て、形見としてね、サイン色紙、ヒコリューさんがかなり一番と言ってもいいくらいに大事にしていたね、有名人のサイン色紙を形見として受け取って、それで帰ってきてこういう報告枠をやったということです。はい、そんな感じです。また引き続きね、僕の口には出さなくても、僕の中にはずっとヒコリューさん の気持ちはありますし、やっぱ身近な人が亡くなったら、その亡くなった人のことはね、ずっとね、思うようにしてますんで、僕は。うん、なので、ヒコリューさんもね、安らかに目を眠りください。本当、今までありがとうございました。